今回はですね、こちらのフォースから新しく発売されたトリックトラックっていうね、こちらのボードを紹介しようと思うんですけども、これは今シーズンから発売されて、で僕もね、先週かな、この間のアルツバンダイの試乗会の前に手元に届いたばっかりなんですけども、でその時に初めて見て、でこの間の試乗会の時に少しだけこれも滑って確かめてきましたので、その辺の、ま、乗り味だったりとか、ま、どういう仕組みになってるのかなんていうのをお話ししたいと思います。それではまずとこのフォースっていうブランドがね、ま、どういうブランドなのかっていうのを知らない方のために簡単に少しだけお話しすると、こちらはねパイオニアモスがやってるブランドの一つなんですよ。なので今パイオニアモスではモススノーボード、モススノースティック、そしてこのフォースっていうね、3ブランドをやってるわけなんですけども、じゃあなんでね、僕がいつもこうやって試乗会とかで持ち歩いたりとかしてお手伝いしてるかっていう、まあそこら辺のね、お話までするとちょっと長くなっちゃうので、もしよければね、これあのボイシーの方でね、一度結構がっつり、まあこのブランドの出来上がった経緯だったりとか、まあなんでね、今僕はこういう風に手伝うようになったかっていう、まあその辺の流れをね、一通りお話ししてる回があるんで、よかったらそちらを聞いていただいてっていうことで、まずね、これどこで作ってるかっていうと、これまでこのフォースブランドはほとんどみんなね、ヤクイっていうね、中国の工場を使ってたんですけども、今回のこちらトリックトラックは国産です。日本の工場を使ってます。で、どこを使ってるかっていうと、ブルーモリスっていうね、工場を使ってるんですよ。それで、まあボードのコンセプトとしては、まず、まあキャンバー形状が V ロッカーのダブルキャンバーなんですよ。なのでちょっとグラトリとかもしながらフリーライディングが楽しめるみたいな、まあ大雑把に言うとそんな感じかなっていうところなんですよね。そしてまずはね、この形状 V ロッカー、ここが全体的に要はキャンバーがこう V の字になってるんですね。で V の字になってて、さらにこの足の下のところですね、足元だけはこうキャンバーがそれぞれ独立してあるみたいな感じのシステムなんですよね。でこういうボードの特徴としては、まあ、V になってて、ここが一番要は沈み込んでる場所になってるんで、まあ、ここが点になるわけですよね。まずこの真ん中の部分が、なのでこうフラットな時っていうのはこう横にずらしたりとかがこうしやすいと。でもこういった立てた時とかはこの足元ですね、自分の足元のところにはキャンバーがあるので、足元でこう引っ掛けたりとかするので、板を立てた時っていうのはしっかりとこうカーブさせることもできる、でもフラットにすればこうルーズに動かせるっていうのが、まあこのキャンバーの特徴なんですけども、で僕が乗った感想としては、まあちょっとね、この間結構ね、冷え込んでガリガリのちょっとアイスバーンに近いような感じだったんで、あんまりそのトリック性とかっていうのは確認できなかったんですけども、でも、まあむしろ言えば、結構ね、硬いバーンとかでもしっかりエッジかませて滑ることができたんですよね。やっぱりね、他のこう一般的なね、しっかりとしたこうキャンバーと比較すると、まあルーズさってのはあるんですけども、このね、右足左足、あ、僕グーフィーなんでね、こっち右足左足って、はい、まあ、こっち前としてと右足左足ってあって、でこことね、ここ要するにそれぞれの足元ごとにキャンバーがあるっていう感じなんで、要するになんだろうな、ちょっと大げさに言うとここだけでこうエッジかけてターンとかね、あと後ろ足だけでエッジかけてターンみたいな、そういうなんかね、そういうのがなんかちょっと面白かったですね。だからちょっと後ろ重心になっても後ろ足だけグッとこう踏み込んであげると、この後ろのここにはキャンバーがあるんで、ここでこうキュンとこうカーブさせたりとか、であとは後ろ足でこうグッとこう踏み込んでいくと、ちょっとこう板走らせることもできたりとかね。それでいてちょっとこう前の方からこう板落として突っ込んでこうと思っても、前足のところでこう引っ掛けてね、あんまりこう板が暴走しないようにこう抑えながら滑るみたいなのも結構できたので、そういった面ではね、すごくなんか
またちょっといつもと違う、まあ僕とかだと、まあ、ホッシルにはねダブルキャンバーとかあとハイブリッドキャンバーとかそういうこと出してないんで、僕としてはちょっと新鮮っていうのもあったんですけども、まあそうやってねこういろんなキャンバーの位置だったりとか、まあちょっとこうルーズにする場所とかっていうのをうまいことこうミックスさせながら滑れば、それはそれでなんか結構面白いんじゃないかなと思って、まあフリーライドってことで言うと、まあやっぱりね V ロッカーもね、普通キャンバーって言ったらこういう風にアーチがかかってるんで、まあ、パウダーとかね柔らかいとか入った時っていうのはどうしてもこう下に潜ろうとしちゃうんですけども、まあ、要するにこう逆反りしてるわけなんで、パウダーとか入った時もねこう浮いてくれるんですよね、楽に。なのでまあパウダーとかフリーライドね地形とか滑る時もあまりこう引っかからずにボードがこうヌルヌル動いてくれるっていうのも特徴なので、だそういった意味でこうパウダーも滑れるし、まあ、フリーライドしながら、まあ、トリック、グランドトリックみたいのも楽しめるっていうのが、まあ、特徴かなって感じですね。また引き続きね、今週末から毎週のようにいろんなところで試乗会やってますので、また試乗会情報は概要欄の方にも貼っておきますので、ぜひね、まあ、このトリック、トラック、そして、まあ、フォースの方で、まあ、グランドトリックとかちょっと地形とかで遊びたいボードっていうことであれば、こっちのね、まあ、リズムボード、まあ、これが今までは結構ね人気なボードだったんですけども、これからはまあこのトリックトラックかこっちのリズムかっていうところで、まあ、比較していただけるんじゃないかなと思いますので、ちなみにこちらのリズムはハイブリッドキャンバーになってるんで、まあ、この間のアルツの試乗会の時とかもね、やっぱりこの2つ、まあ、グラトリーやりたいんですっていう子が来たんで、まあ、この2つ乗り比べてもらったりとかして、まあ、人それぞれね、あ、僕はこっちの方がいいとかね、僕はこっちの方がいいみたいな、まあ、そんな感じの好みも分かれると思います。ぜひ試乗会でも確認してみてください。